皆さんこんにちは。タカラジェンヌが自殺したという報道が世間を騒がせています。またこの自殺はいじめが原因ではないかと言われており、宝塚側がこのいじめ問題を隠蔽しているのではという見方もあります。宝塚側はこれを否定していますが、元宝塚歌劇団月組トップスターで現在女優として活躍している天海祐希さんも宝塚時代にいじめを受けていたことを告白しているため、実際にタカラジェンヌの中では本当にいじめが起こっているのかもしれません。世間を騒がせている宝塚ですが、天海祐希さんの同期の元宝塚女優金林真紀さんが恐喝未遂の疑いで逮捕された事件を皆さんはご存知でしょうか。今回はこの宝塚歌劇団出身の元女優金林真紀さんが逮捕された事件と、この事件が起こってしまった原因などを調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2012年7月3日、恐喝未遂の疑いで宝塚歌劇団に所属していた元女優金林真紀容疑者と指定暴力団住吉会系組員煙山義弘容疑者、覚醒剤取締法違反罪で服役中が逮捕されました。滝野川署によると、煙山容疑者は2011年12月25日東京都荒川区の喫茶店でタクシー運転手の男性に「あんたは金林を妊娠させた。俺はヤクザだ。誠意を見せろ」などと迫り、現金10万円を脅し取ろうとした疑い。煙山容疑者は容疑を認めているものの、金林容疑者は脅して金を取るつもりはなかったと否認しているとのこと。被害に遭った男性は2011年11月中旬、出会い系サイトで金林容疑者と知り合い、援助交際が目的で複数回会っていたようです。1回あたり数万円を渡していたとか。しかし12月25日に2人で喫茶店に入った際、突然煙山容疑者が現れ、現金10万円を払うように迫ったといいます。その際金林容疑者は無言、男性は念書を取られたものの現金は渡さなかったそうです。しかも金林容疑者は妊娠していなかったとのこと。そして男性は2012年1月に滝野川署に相談しており、この逮捕に至ったようです。逮捕された金林容疑者は1987年に浜風愛の芸名で宝塚女優の娘役としてデビュー。同期には天海祐希、静木朝虎がおり、73期生の名簿にも載っています。逮捕された彼女の写真を見た時、目を疑いました。痩せ細って髪もボサボサ。私が知っている浜風愛さんと同一人物とは思えませんでした。そう語るのは宝塚歌劇団に在籍していた40代の元女優。40倍という超難関を見事に突破し、宝塚音楽学校に合格。初等科から精神女子学院に通っていた彼女のお嬢様ぶりは動機の中でも際立っていたといいます。しかし宝塚の生活は甘くありませんでした。金林容疑者は42番中40番と成績は振るわなかったそう。彼女はレッスンに熱心な方ではありませんでした。天海さんや静木あさとさんたちと比べてしまい、自分は宝塚に向いていないと思っていたのかもしれません。金林容疑者は1987年に雪組の娘役として舞台に立ちましたが、1990年には退団。宝塚で挫折し、芸能界でも挫折した彼女は結婚し、女の子を設けたものの離婚。宝塚時代、夜11時頃レッスンを終えると深夜営業のスナックやディスコに行くんですね。店員が男性ばかりのホストクラブ風のスナックで、男性店員と交際する研究生劇団員も結構いました。真紀さんの当時の恋人もそういう男性だったと聞いたことがありますと、金林容疑者の後輩の元タカラジェンヌは語ります。離婚後、別の男性との間に2児を出産し3児の母となったという金林容疑者。両親は彼女が中学生の時に離婚していましたが、母親が所有するマンション2棟の家賃収入もあり、容疑者も生活には不自由していなかったようです。そして自宅近所の住人によると、元宝塚というイメージはありませんね。普通のおばちゃん、何しろあの人は生活がめちゃくちゃでしたよ。一緒に住んではいても子育ては母親に任せっきり、深夜に六本木や渋谷に繰り出し、男性関係も派手でした。いつだったか夜中に男性と大喧嘩して、そんなこと言うんだったらここで死んでやると自宅のベランダで大騒ぎしていたこともありましたと言います。スターへの道には恵まれなかった彼女、ただ後輩から慕われるタイプだったようです。宝塚でスターになるのは、いい意味でも悪い意味でも一般人とはかけ離れた感性を持った人たちです。正直しずきさんなどは怖くて挨拶をするのもためらわれるくらいでした笑。でも金林さんは良識があって、珍しく後輩の面倒見もいい人でした。しかし宝塚では、いい人、普通の人ほど早く脱落してしまうんです。特に金林さんと同期の73期には、天海祐希さんをはじめ静木あさとさん、現エマオ優さん、匠響らさんのトップスターがおり、当たり年と言われるほどだったため、余計に自身に対する劣等感を感じていたのかもしれませんね。またこのような状況は金林さんだけではないようで、宝ジェンヌになるには今も昔も高倍率の宝塚音楽学校に入学し、きっちり2年で卒業しなければならない。女優として舞台に立つことで、ようやく自分の才能に見切りがつくのか、若くして辞める娘もいる。中にはホステスなどちやほやされる仕事に就いたり、大企業幹部の愛人になったり、安易に男をたらし込むケースも聞くが、ライバルに出し抜かれると急激にやる気を失うという特徴は共通するようだという関係者の証言もあります。金林容疑者も退団してからは、飲食店やホテルの従業員、風俗嬢などの職を転々としたが、長続きはしなかったとのこと。乙女の花園宝塚音楽学校では、女優の卵たちのストレスがやはり相当にたまるのでしょう。2009年11月には万引きをしたと学友に密告され、退学させられた S さんが、事実に反することで活躍する機会を奪われたとして学校側を告訴しました。翌年に和解、その様子を描いたドキュメント「宝塚いじめ裁判乙女の花園」の今、山下恭介著6歳さんには、特定のジェンヌのきらびやかな衣装やそれに合わせたシューズなどがなくなったり、陰湿な場合にはドレスに切れ目が入れてあったり、そんな場面を見たことがあるという衣装関係の出入り業者の証言があった。若いジェンヌの中には、上演にもかかわらず涙が止まらないまま舞台に上がった娘役もいたというから、舞台袖や楽屋ではそれは壮絶な修羅場と化しているのが想像されるとの記述もあります。第二の人生を転げ落ちた金林容疑者、天海祐希さんら同期生は苦々しく思っていることでしょう。今年9月30日にも、将来を嘱望されていた宝塚劇団員が自ら命を絶っています。彼女の名前は宝塚歌劇団の空組に所属するアリア・キーさん。1998年4月、アリアさんは京都市で140年以上続く由緒ある漬物屋に双子の姉妹の長女として生まれました。15年4月、宝塚音楽学校に入学。17年3月、40人いる103期生として劇団に入団します。彼女の妹は1期上の102期生として入団した雪組の男役市川青さん。アリアさんの入団が1年遅れた理由は怪我だったそう。姉妹仲はよく、普段からお互い悩み事を相談していました。最近はお父さんが所有するマンションに2人で暮らしていました。アリアさんは空組67人の中で歌唱、ダンス、芝居と3拍子揃った中堅どころ、とりわけ歌唱力に定評がありましたが、娘役にしては身長164センチと背が高いためトップ娘役になるのは難しいと言われていました。明るい性格で下級生の面倒見も良かったそうです。宙組公演パガドが初日を迎えたのは9月29日のこと。その日有谷さんは普段と変わらぬ様子で舞台に立ちましたが、その翌日彼女が宝塚大劇場に姿を現すことはありませんでした。劇場では休演者扱いになっていました。当日午後、宝塚舞踊会の稽古を終えた妹の一華さんは事態を知り、その場で泣き崩れたそうです。宝塚という舞台でスポットライトを浴びた約6年間、彼女の心を蝕み死に追いやった魔物の正体は一体何だったのでしょうか。それは宙組の学級崩壊だと言われています。演出をめぐり有谷さんは次第に孤立を深めていくこととなります。舞台関係者は次のように明かします。下級生から「なんであの子があの位置なの?公平じゃない」などと突き上げを受けていました。宙組はよく言えば自由闊達、悪く言えば上下関係の規律が乏しい、まさに学級崩壊で彼女は板挟みになっていた。それに加え有谷さんを苦しめたのは上級生からの度重なる罵声でした。有谷さんの知人が重い口を開きます。新校長新人公演のトップとして上級生から尋常ならぬ怒号を浴びせられていた。指導と称した説教は夜中まで続き、亡くなる直前は深夜12時過ぎにまで及んでいました。宙組には新人公演のメンバー以外の上級生が約20人いますが、世話役である組長やトップスターは見て見ぬふりをしていました。実はこうした言動は宝塚のお家芸とも言えるものです。週刊誌が入手した宙組に所属する別の期の数十人の生徒が名を連ねるグループLINE、そこには常軌を逸した集団リンチの様子が克明に刻まれていました。ある時は稽古でミスを連発した下級生が集中砲火を浴び「マジでいい加減にしろよ」「お前ぶっ飛ばすぞ」「一刻も早く謝れよ」というメッセージが深夜まで絶え間なく続いたことも、下級生が「すみません」と謝罪しても「許さねえから」と拒絶。ほとぼりが冷めると上級生は次の標的に狙いを定め、同じ言葉を投げかけます。お叱りと称して下級生を寮のロビーに呼び出し、深夜から朝6時まで拘束、一睡もさせてもらえず6時半に劇場に行くこともあったそう。一度上級生のターゲットになれば衣装は破かれ小道具は隠される。小道具の担当者はそれらが隠されたり捨てられたりすることを想定し多めに作っているほど、また上級生にメイクの仕方を教えてあげると言われ、目の中におしろいをねじ込まれた下級生もいるそう。ストレス性難聴や適応障害になり通院している子も多いことが暴露されています。有谷さんに危害を加えていたのが14年に100期生として39人中5番の好成績で入団した甘色みねりさん。宙組関係者はこのように明かしています。甘色が有谷に対し前髪の作り方を教えてあげると言い、高温のヘアアイロンを彼女の額に押し付けたのです。有谷はショックを受け、新人公演の時はギリギリの精神状態で出演していたといいます。有谷さんは体調不良を理由に同年の秋冬公演プロミセスを全日程休演しています。有谷さんが親族に相談し、親族が怒ってプロデューサーに話したことで劇団が知ることになりました。ところが有谷さんは泣きながら「甘色さんが怖いから大事にしたくない」と訴えました。さらに甘色は「私そんなことしません」と事実無根を主張したため、事件はなかったものとして蓋をされたのです。また週刊誌記者が改めて劇団に問い合わせたところ、前髪作りを手伝った際誤って当たってしまったと両当事者からの証言を得ております。押し付けた事実はありませんと回答されています。多くの生徒が心身の不調を抱える中で、劇団は彼女たちの精神的なケアを行ってきませんでした。有谷さんを知る別の同期生の母がこう嘆きます。それでも歌劇団の世界しか知らない子たちはやめることはできないんです。周囲からも「せっかく難関を突破したのに」と言われ、自分を追い詰めてしまう。劇団はそんな思いにつけ込み、不満があるならやめればいいというスタンスを貫いています。多くの関係者の証言から浮かび上がるのは、有谷さんが新人公演の準備を進める中で過度な緊張とストレスに苛まれ続けていた姿です。9月28日夜には上級生から強烈な罵声を浴びせられていました。肉体はすくみ、精神は悲鳴を上げていました。9月30日早朝、手提げカバンを手にした有谷さんは、いつも通りのガーリーな普段着に身を包み、17階の自室を出ました。10月19日の新人公演の本番に向け、初稽古が行われる日です。いつも通り行ってきますと返答のないリビングに投げかけ、自宅を後にしました。彼女はエレベーターには向かわず、真逆方向の階段へと進みます。一つ上の18階にその一段を踏み出します。とうとうと流れる向こう側の先には、宝塚大劇場の飛び色の屋根が見えます。彼女はカバンを通路に置くと、何百回と足を運んだ憧れの聖地に向かって体を前傾させ、一気に身を委ねた。宝塚歌劇団はこの事件について、ご親族の心情並びに兵団員の心身の状況を考えると、このような時期にプライバシーも含めた質問に対して回答することは致しかねますと書面にて回答。103期をよく知る劇団関係者が憤りを隠さずこう言います。劇団は絆が深かった有谷さんの動機に対してすら、未だ自殺の詳細を伝えていません。彼女たちは劇団に対して働き方の見直しや精神的ケアの必要性を訴える意見書を提出することを計画しています。一人の俳優の死が旧態依然とした劇団に大きな風穴を開けようとしている。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。